側帯 A、缶 B、方 C、飾り立ち D、尺位、e、平尾 F、下重ねの裾 G、上の袴 H、大口袴法とは、日本や中国などで用いられる衣服。日本においては、朝服の上着の一つ。武漢、幼年用の決定法と、文漢用の縫い脇法がある。平安時代の縫い脇法決定法を着た、絵門の1990年。 即異例にて中国における法の字の歴史は古いが、時代により定義に変遷がある。古く、衆の古実を記したとされる、前漢時代の書、大期、玉まも編には、ため眉、ため法、単ため形、切れためしびら、を入れた服を眉といい、を入れたのを法という。また単に仕立てた衣服を形といい、面を入れないのをしびらという。とある。また、においては、というのは、 冬の常服の上着で夏の裏なしはさんと称した。日本の朝服の素型になった唐の常服の上着は北朝の古服の系統を引くものだが元来は脇の空いたものであった。中国ではこれを結コという北州の皇族のウブマモルが乱をつけることを権限し中国風に改良されたものが日本で呼ぶところの縫い脇法である。中国で 縫い脇の名称は一般的でなく通常遊覧と称したが日本では和名称においてすでに縫い脇法の名称が見られる一方で東大以後決的法の形式のものも盛んに用いられた東大の絵画によると経営のものや観官,官などが決的の上着を用い文官などがあり乱の縫い脇法を用いる例が多いがすべてが そうとも言い切れない。法という言葉は、日本初期では7世紀頃から出てくるようになる。養老律令の衣服例に、新納、小、文館の麻服に、衣とあるものが、縫い脇法、武官の麻服に、襖とあるものが、決定法に当たると見られる。小僧院宝物中の決定法の遺品によれば、脇の開けは、裾の方より50センチ程度開けたものが多い。 平安時代後期以後のは洋化した決的法が袖付けより下をすべて開けているのと異なるが、これは元来脇の開けが乗馬等の便宜を図るためのものであったことを伺わせる。平安時代初期以降、区業は武官を兼ねていても縫い脇法。四位、五位の武官は行行の具部や儀式での儀上に立つ時のみ決的法で、普通は即帯にも縫い脇法。六位以下の武官は即帯では常に、 血敵法となった。この4位、5位の天上人の武漢の複雑な装束の使い分けは、藤原定家著とされる自称装束賞に詳しい。なお6位倉人の装束の古実は、ジョムチ秘書に詳しいが、武漢を兼ねる場合は、わずか期の血敵をいつも着用している。また、元服以前のものの側体の方も血敵である。岡倉天心は、血敵の方に、 藤原時代の官房を抱かせるという司法官や弁護士の制服を考案し、天津の友人、藤田竜三郎の権限で司法部に採用された、血敵法は袖付きより下側で脇を縫わず、全身と後ろ身が分かれ、乱を伴わない。また、縫い脇法は脇が縫われ、裾周りに乱を横向きに巡らす。血敵法は裾が縫いあさっておらず、 縫い脇法よりも足を動かしやすい形状である。血定法の枠は脇開けの上の絹、縫い脇法の枠は的端の上の絹である。乱は、頬の裾をさらに下に伸ばすために、頬の裾に縫い付けた布である。乱は、両足を分けずに包む。ちょうど、頬の裾に、スカート状のものが付いた形になるが、スカートとは違い、乱を、円筒状に縫うことはしない。 単物から裁断した長方形の長い辺が体の上下方向とは直角になるようにして、卵が裾に縫い付けられる。したがって、卵の上下方向の長さは単物の幅とほぼ同じになる。体の前の部分の卵と体の後ろの部分の卵は縫わなくても繋がっている。卵の脇線の位置、つまり体の前の部分の卵と体の後ろの部分の卵の境の部分に、 アコーディオン状のひだが作られている場合がある。このひだの山と谷の折り目は上下方向である。欄にあり先が作られることがある。あり先は欄の脇線の位置から左右に張り出した部分。あり先の布は欄の布の一部である。つまり、欄の布とあり先の布は単物を裁断した時は一枚の繋がった布である。ありがとうございます。